た。大変だ。そうそうそう。お弁当の話。確かに。今後、そうですね。STU 好きなんよって言った後に、STU って何ってなったら。瀬戸内のアイドルグループだよ、 M ステにも出たよって言える。これからファンの方々、そう、お弁当なんか私また東京のお弁当やっぱり進化がすごいですね。焼肉弁当を選んだんですけど、私なんか下の方に空洞があって見たら発熱剤、引っ張ったら暖かくなるタイプ、私それを知らんね。引っ張ったら暖かくなるやつもあるの。私のやつはね、なんか防腐剤みたいな形での発熱剤があって、それにそれ専用の水をかけたら急に湯気が出てきて暖かくなって、シューってなってブクブクってなって暖かくなって、なんかその上に焼肉弁当を置いて、なんか蒸すみたいな、もう蒸してるって状態なんですけど、あ、何？引っ張るバージョンもあるんですね。そちらもすごいですね。何種類もあるほど、あ、何年も前からあるの。待って、私ちょっとかなり何年も前から知らない状態だったんですけど、待って、恥ずかしい。え、そんなに前からあるの？え、うそ、何十年も前からある、もしかして私が生まれる前からある。待って、そんなことあったんですか？私は何を言ってるんだ、じゃあ。私はそれを時代の進歩として受け取っていたんですけど、まさか自分が生まれる前からもうあったんですね。いやー、もうほんと自分だけだったんだね。自分だけ本当にずっと感動しちゃったんかな。でもその水をかけてジューってなって、シューってなって、なんかインスタのストーリーに載せたんですよ。あんな感じでシューってなるんですけど、それはメンバーはみんな知らない感じだった。これどうしたらいいんで、ずっとなんかメンバーとももちゃんとあいこと言って、これどうやってしたらいいんって、これ水かけていいんみたいな。え、かけるよ、まあ、かけるよみたいな感じで、なんかそう、広島の衣装さんもなんか
なんかお弁当から湯気が出とるんやけどみたいな出とるんじゃけどみたいな、湯気が出とるんじゃけどびっくりした大丈夫これみたいな湯気が出とるみたいな感じで言った。翔さんはそれを異常と思ってあ、いやそうなんですね。いやーマジか、マジか。そうだから東京はすごいねって言ってたんですよ時代は進歩してるんだねって言うたのに。おもろ。でもなんだろう、私そのランスルーっていうなんか本番同様に同じように進めていくのがあるんですよ、リハーサルみたいなやつあるんですけど、なんかその前に私急に口内炎ができてて、ここにそうそう、カメラワークとかもうねこうやってそうステージがちょっとね変わったりするので、口内炎できてて、でも痛くない口内炎できてて、でも結構プクってなってて、わなんか口内炎できたみたいな、なんか痛くないけど気になるって思っとって、そしたらランスルー終わってパフォーマンス終わって後ろにの方にはけていくときに、なんか気づいたらなんか血の味がして、うわなんか血の味がする、え待ってなんでなんで、えと思ったら口内炎がなくなっててなんかあれ口内あれと思って、そういつの間にか、そう多分噛んじゃってて、そう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 血の味がしたあそう、亡くなってから、でも全然痛くないかったんですよね、血豆だったのかな、ただ単の。今もなんかちょっとへこんでる感じだから、そう自分ではの中ではね、なんか本当に緊張あまりしなかったって感じだけど、心の奥底ではめっちゃ緊張しちゃったのかもしれないこんな縁じゃなかったんかな、今からなるかも、え、こんな縁ってなんなんやろね、もう潰してしまえばいいんかな、いや私痛みにめっちゃ弱いタイプです、服なんか全然服見せてない私、あ潰しちゃいかん、なんかそこ袖がすごい、そこそこう見たらさ、なんか袖すごいね、なんかさこう見たら私さ、え、なんかこう見たらさなんかちょっとなんかこう見たらもしかしたらちょっとパリコレみたいな、本当に恐れ多いんですけど
なんかもしかしたらちょっとなんかこう見るだけでなんかちょっと。こんな感じじゃない？なんかめっちゃ可愛いがいっぱい。うん、みつるんさん、ありがとう、ありがとう、めっちゃ可愛いいっぱい、ありがとう。いてくたかった、あ、今日も可愛いですって、ありがとうございます、今日もありがとう。これ自分で買った自分で買った、普通にワンピースとして買ったけど実際に届いたら、オンラインで買ったやん、実際に届いたら結構なんかこんな感じでね、なんかパーティーみたいな感じやった。カフェに来て行くにはちょっとなんかちょっと目立ちそうで、目立つのはちょっとあんまり目立つことはしたくないので。そう、ステージ上では目立たないとなって思いますよ。でも私生活プライベートではちょっとそうそうそう、もともとの高尾紗友香が出てしまう確かに日傘さしたらもうめっちゃ、うん、ちょっと外国の王様というか、ちょっと貴族、これもさらになんかちょっとこの感じもさらにねあって、ちょっとこれが帽子に見えてきた帽子っていうか羽みたいなやつ、なんか鉛筆についてる羽みたいなやつ見えてきた。やったん、めっちゃ乾いたわ。
ゃん、みーつるんさん、ありがとう。全身あるのみー、全身あるのみ。じゃあそろそろ終わろうかな。そろそろ終わりましょうかね。寝ますか。なのでそう、お話し会受付中ですね。お月見だ、お月見ありがとう、ありがとう、二学期さんありがとう。満月ね、見れなかったんですよ。お月見の日と満月が重なる時って8年ぶりって言ってた。なんかちょっと曇っちゃいましたね。ねー、はい、明日頑張ります。月見バーガーも食べないとね。ありがたん。月見配信いつしよう。売り切れになりますもんね。そう、明日はねちょっとあれだけど、あ、誕生日の方いる。たけさん、おめでとう。ハッピーバースデー。素敵な一年&サイヤ推しの一年にしましょう。イエーイ。リズミカル。ああ、ミクさんも。
誕生日。あら嬉しい。ありがとうございます。最高の誕生日になってよかった。あ、さあちゃん最近さあちゃん呼びの方増えてきた。あ、そうなんだ。インスタ解説、なんかこのアイドルファイルさんの雑誌知ってますかね。あ、知ってますか。アイドル雑誌なんですけど、そう、こちらのロリータ&ゴシックファッション特集、こちらの公式の編集部さんが「おすすめしたいアイドルさんをぜひ教えてください」って言われてるんですよ。ぜひ私も自分を推薦しようと思うので、ファンの方ももしよかったらしてくれたら嬉しいです。そう、ゴスロリ好きなんですよ。ゴスロリ、アイドルファイルさん、一回ね、あかりんさんが乗られてるんですよね。一回かな、遅いかもしれんけど、ツイッターでね、言える、公式アカウントで募集されてて、で私いいねしておきます。ちょっともうちょっと、
考えて。そう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 。いいねしました。タイムライン出てくるかな、いいねしたら。ありがとうございます。では終わろうかな。もしかしたら変わるかな。1位みつるんさん、2位もっちーちゃん、3位たんたんさん、4位2学期は学級委員さん、5位たけさん、6位 A ちゃん、7位南蛮の久人さん、8位せいやんさん、9位こっぺさん、10位まいせんさん、11位はやりんごさん、12位いわちゃん。あらら、話し会、あらららまた待ってます。13位ジョジョさん、ありがとう。キイチロウさん、ヒロトさん、エリンちゃん、ナオナオさん、シンシン、シンノスケさん、クミトラさん、キチネさん、シンノさん、ロックオンさん、ジンタさん、F 渋谷さん、オガさん、カーくん、テルさん、バンタローマルさん、大西くん、ラクラクさん、サトルンさん、メガバイトさん、立花ハヤトさん、ホタテ様、ありがとうございます。お疲れ様でした。ではでは、ありがとうございました。おやすみなさーい。